ヨーブラザー、白瀬ゴールドチャンネルでは、原神好きのあなたのために最高のコンテンツをお届けしていきます。動画をお楽しみいただけましたら、チャンネル登録と高評価をお願いいたします。後悔はさせません。ということで今日も、気候機関の動画をやっていきたいと思うんですが、難易度4の4ステージ目の攻略法になります。で、マップと写真付きの配置解説と、まあ、フルボイスの実践動画、そこら辺をお伝えしていきたいと思いますので、最後までご視聴の方よろしくお願いいたします。はい、こちら地図付きの説明です。で、敵ゲートが今回初めて3つあります。で、ちょっと注意してほしいのが3つあるんですけども、最初は右と真ん中のゲートからしか出てこないんですね。で、第2波まではそこからしか出てこないんで、1番の布陣、1番のエリアですね。そこにちゃんと強化しておけば、なんとか耐えれるんじゃないかなっていうところですね。で、1番の布陣の敷き方はまあこちらなんですけども、で一応、最初の方は回収期間がかなり必要になってくると思いますんで、雷で足止めして、まあ、水で威力増して、で、最悪その手前側に地雷を張って敵を落としていくっていう形になりますね。で、後半になるとちゃんと4元素を入れて、設置すると。まあ、回収期間と取り替えてやると。で、右側の回収期間も撤回して、まあ、2番目の補強に向かわせるっていうような形でいいと思います。で、2番目の、写真がこちら。で、これぐらい強度を上げていけば、まあ、通常の敵とかであれば落とせるというところですね。で、第3波から左側のゲートが開き出しますんで、まあ、第3波からこれぐらいの戦いになってくると思うんですが、まあ、そこでいろいろ、まあ、増やしていくっていうところで、敵の出具合によっては、地雷ストリートのところにちゃんと地雷を貼っててください。例えば、ユーモを使って遺跡重機が出てきたケース。まあ、こちらの写真ですね。こういった遺跡の、まあ、重機が出てきた場合は、そこにしっかり地雷を置いて火力補助をしてあげたら、まあ、危なげなくいけるんじゃないかなっていうようなところです。で、この後、実践動画を流しますんで、そこで、まあ、この説明したことを、まあ、見ていただければと思いますので、最後までご視聴お願いいたします。はい、機関機関の、まあ、難易度4ですね。で、こちらのマップが、まあ、こう見ての通り、まず今2箇所開放されてますね。なので、まあ、ここから手固めていくってとこなんですけども、将来的にあそこからですね、一つ湧いてくるようになるんで、こっちの方も手薄にしちゃいけないというところで、まずやることは、ここで完全に止める必要はないんで、まずはここで水を入れていきますよね。で、雷。で、理想を言えば、ここにもう一個雷なんですよ。で、将来的にここに火置いて氷を置きたいんですけど、今は、ちょっと、回収したいんで、回収期間を2つ置いて、とりあえずフィニッシュですね。それで、足止めの雷がいっぱいあることによって、まあ、通過されることはないっていうのと、できるだけその回収期間の方でやりたいっていうのがあるんで、そこ引き込みたいんですけどね。まあ、ここ引き込んで、いきましたね。で、次に、まあ、ここでこの、これでまあ、大体、完成はしましたね。で、これと同じような組み合わせをこっちで作りたいんですね。要するに、今やった水と、まあ、氷とみたいな、その組み合わせをここでまた作っていくっていう流れです。まあ、まだ第1波なんで、急がずにやってもいいんですけど、まあ、今真ん中のあの回収期間があるところに氷をやれば、もうあそこはもうそれ以上何もやらない感じで、あとはまあこっち。敵が必ず通る、ここをもうガチガチに固めていきたいなと思います。ほんと、ここだけガチガチで。まあ、あと、1ウェーブと2ウェーブ目は、この2つしか出てこないんで、次のウェーブまでゆっくりすることができます。なので、一応これでちょっと待ちつつ、次のターンで何が出るのかを見ながら、このポイントをどこに配置していこうか決めたいと思います。はい。
400超えたら2つ置けますんで、結構余裕はあるかなってところですね。じゃあ何が来るのか。バンカですね。これは、記述有利になっちゃうんで飛ばします。有利なる系は飛ばして、有毛だけ拾っていくって形で一応やっていきたいと思います。で、こっちからまだワープ出てこないんで、で、ここに貼っていきますね。まず、同じように、水。ね。で、雷。同じような感じで。変える必要は特にないです。あそこと同じ構成でやればいい。なぜなら、あそこで十分敵にダメージを与えてるってことがわかるので。で、雷は2個。足止めをしたいっていうのと。まあ、ここは火力持って火をね、多めに持ってもいいんですけど、まあ僕の場合は、今回はこれで。で、火を置く。で、この真ん中に氷を置くっていう形になってますね。で、まだ4つもね、置くスペースが残されてるってところで、まだまだ余裕があるなっていうところなので、こっちの方もね、かなり手厚くしていきたいんですけど、射程距離の長いこっちに炎を置くっていう手もあると思います。はい、こんな感じでね、相手の盾もしっかりこう電撃でノックバックさせながら炎で大ダメージをしっかり当てていって、まあ、水も入れながら相手の動きを止めて、まあ、4元素しっかりやるっていうのと、序盤の取りこぼしをなくするってために雷をね、最初に多めに置くっていうのはかなり有効な手段だと僕は思います。はい、で射程が長いので、こっちから来る相手、こっちから来る相手も見れると。そういうチョイスの仕方は結構面白いと思います。まだまだ置くことができるんで余裕があります。はい。じゃあ第2波終わって、有毛が来たんで有毛入れていきます。で、敵はね、イワチャールとかが出てくるんで、ヒルチャールの。なかなか、厳しい戦いにはなると思うんですが、で、こっちから水が突っ込んでくるんですけど、一応火が灯してあるんで大丈夫そう。で、凍らせるのを入れた方が良さそうなんで、ここはね、氷を入れてこうかな。で、氷を入れていきます。で、万が一抜けてくる。その万が一が確定なんですね。そうなってくるためにこれ一応入れておきます。で、火力の炎。はい。で、ここで氷もあるんで相手止まるはずですね。はい、止まりましたね。ちょっと危なかったですけど。で、こんな感じで、ちゃんとでかいのが来るルートにこういったものを置いていく。で、忘れちゃいけないのがもう回収期間がいらなくなるんで、これを取り除いて、さっき言いましたよね。ここの理想は氷だと。これで通ってくる相手がかなり、弱くなると思います。で、一つはね、余裕持っといた方が良さそうですね。地雷を置いていくっていう戦法があると思うんで。まあ、こんな感じで、手厚くするところは手厚くして、ストレートが長いところに関してはちょっと手薄。今回の場合はね、やっぱり最後のここのラインをかなり手厚くするってのが重要なのかなと。うん。で、あっちの方は大丈夫そうなんで、まあ、こういった形でちょっと、爆弾を、向こうでね、ちょっとノックバックで動かないように。こうしとけば敵の動きを少し遅くできるんで、相手の動きを吹っ飛ばして、こっちに近寄らせないような、うん、で、あとはこっちにダメージで吹っ飛ばす感じ。うん、ここ一発通られてましたね。で、おそらく有毛正面から来る可能性の方が高いんで、ちょっとここら辺に一発置いといて、で、一応様子を見ます。
で、あっちからは水のアビスしか来ない。でかいのこっちしか来ないのかな。うん。で、突っ走ってくる系なんで、ちょっと怖いんで、2つ置いときますね。こっちは多分いけると思うんですよね、この布陣で。ちょっと怖いんで、かとはいえミスしたくないんで、はい。で、ちょっと余裕出てきたら、一応得点を稼ぐために、こっちの封域をやって、ポイント稼ぎをするってのも結構大事かなとは思いますね。今ここどうなってんの。おーおー、いけてますね、いけてますね、いけてますね。OK、でちゃんとクリア前に第5波なんで、これを起動させて、まあ、ポイントを少しでも稼いでいくってことも最後やるといいと思います。でここちょっと危なげだったんで、こういつものこの地雷連打で少しでも敵に圧力を与えていくと。ドーン。これやるだけで、全然最後のダメージ量変わってくる。うん。まあ、こういった形でやると、かなりいい点数で危なげなくできると思います。752点ですね。やっぱこう、罠を起動させてやるってのが結構ポイントアップにつながると思いますので、ぜひぜひやってみてください。最後までご視聴ありがとうございます。動画をお楽しみいただきましたら高評価、そしてチャンネル登録をお願いいたします。またこのような動画をいくつかアップしてますので見てくれたら嬉しいです。ではまた次回の動画でお会いしましょう。グッバイブラザー。